フライパンを飲めということで、最初に君がじゃんけんして負けた方が飲んでもらいます。Bye.
緑色担当のゆずりです。はい、青担当星野みずです。はい、白色担当かめちゃんです。はい、紫色担当萩野町です。本日はセカンドクラッチの、お越しの皆さん、サウンドライブ、はい、お集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりのね、セカクラ久しぶりな気がする。そうそう、4人対戦初めてよ。あ、そうだ、初めてだね。初めて、4人対戦初めて見た方もいるかと思うんですけど、今日はいっぱい盛り上げていきましょう、最後まで。あなた、ヨンパ全然、アムさんグダグダすぎそれ、ワン、ツー、サンでポンの結構2番終わりの感想が結構ね、時間が尺があったので、ポメちゃん何かこれからいろいろ企画していこうかなと思って、まあ一発目はちょっと見てたさ、今日バーガーで見てた、これ飲んでやってるね。バーガーにね、あったやつをなんか飲んで、で飲めるのが成人組のね、成田と千代しか飲めないから。本当に、ね、しかもさ、なんか何気にアイコめっちゃ難かった。確かに。いや、カウンターにいっぱいで、ね、お酒があったから、はい、ね、渚の好きなレモンサワーかクライナーどっちにしようかなってなった時に、クライナーの方がおもろいかなってなって、選んだのさ、結構甘いやつないの。ココナッツ味だから、一発目だからめちゃくちゃ酒の味残った状態で歌うっていうね。まあ、千代ちゃんはお酒が強いと聞いているので、まあ、必要なんで。ちゃんはいろいろ企画やっていこうかなと思うんで、皆さんも楽しみにしてくれたら嬉しいなと思います。はい、はい、そしてこの後リズルにケズミーさんで6時40分からサンドライブ VOR L ってな、 VOL って何て言うの、大丈夫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 、やってる、それで23人出させていただくので、この後もケズミーさんにお越しください。よろしくお願いします。お願いします。それでは次の曲に行きましょう。それでは聴いてください、はちゃめちゃロッキュー。セッシュも揺らずそばちゃって、母が見る後ろのツースター、流星がすぐ来た、月芝がちょうちょう、暗闇の日に起こしてまだまだご飯を目を受けて楽しんでいきましょう。悲しい故郷が待つ状況は出てへいかー